藤原宮の跡地ですね。おそらくここが中心、一番の中心部と思います。皆さん多分支柱と言えばいいのか、宮のあの柱の跡とかしか行かないんですけど、多分ここが中心のところだと思います。ここは記念寺、神社があったんですね。なんて読むでしょうか、ちょっとわからないですけど、そこの神社があったんですね。あの多分向こうにちょっと見えるその神、あの要は宮殿跡の、まあ、支柱とかの、今ちょっと模型的に立っているところのこの後ろに、神様を祀っていたところがあるんですけれども、まあ、そこのここが、まあ、このような状態で保存されているという形です。